アメリカ独立宣言は、イギリスによって統治されていた北米13植民地が独立したことを宣言する文書である。1776年7月4日、大陸会議によって採択された。このため、7月4日は、アメリカ合衆国の独立記念日として、毎年盛大に祝われる。なお、独立宣言と表記している、歴史教科書や、アメリカの独立宣言、 アメリカ独立宣言と表記している歴史教科書がある。ベルギー合衆国独立宣言、ニュージーランド独立宣言、リベリア独立宣言など多くの国の独立宣言に影響を与えた。アメリカ独立宣言この絵はニドル紙幣のリメン図版に使用されている。1763年2月、フレンチ・インディアン戦争が終結すると、 イギリス国王ジョージ3世とジョージグレンビル率いるグレンビル内閣は北米13植民地への課税と支配を強化した。この本国政府による植民地圧迫策は次第に植民地住民の本国に対する不満を鬱積させ本国からの離反機運の情勢をもたらす。それぞれに独自の発展を進めていた北米十三植民地は1772年11月。 連絡組織として通信連絡委員会を発足させる。この委員会は1774年9月第1回大陸会議に発展し本国政府との和解策を練った。1775年4月歴史トンコンコードの戦いでイギリス軍と植民地民兵隊の間に重化が交えられ独立戦争の火蓋が切られた。翌5月 第2回大陸会議が開会され、ここ武力衝突に至っても、本国政府との和解の道を模索していた。しかし、情勢は日増しに悪化し、翌1776年1月、独立論を訴えるトマス・ペインの著書、コモンセンスが刊行されて、ベストセラーになると、住民の間でも、植民地代表者の間でも、独立論は最高潮に達した。同年六月七日、 バージニア植民地代表のリチャード・ヘンリー・リーは大陸会議に独立の決議を提案し、これに基づいて同月10日独立宣言起草委員会が発足した。この委員会はトーマス・ジェファーソン、ジョン・アダムズ、ベンジャミン・フランクリン、ロジャー・シャーマン、ロバート・アール・リビングストンの5人で構成されたが、ジェファーソンが宣言案を起案し、フランクリンとアダムズがわずかに修正して、 委員会案とされた。委員会案は大陸会議に提出されて、さらに多少の遂行がなされた。そして、1776年7月2日、リチャード・ヘンリー・リーの独立の決議がまず可決され、アメリカ独立宣言は7月4日に採択された。独立宣言は、基本的人権と革命権に関する全文、国王の暴政と、本国議会、 本国人への苦情に関する28課条の本文、そして独立を宣言する結合の三部からなる。基本的人権、国民主権が盛り込まれている。中でもすべての人間は平等に作られていると唱え、不可信、不可、譲るの自然権として、生命、自由、幸福の追求の権利を掲げた全文は、アメリカ独立革命の理論的根拠を要約し、後の思想にも、 大きな影響を与えた。その理論は、名誉革命を理論的に正当化した、ジョン・ロックの自然法理論の流れを組む、プロジェクト・グーテンベルクで最初に、電子書籍化された文書だった。宣言交付当時の日本は、江戸幕府十大将軍、徳川家春の統治下にあった。黒船来航以前で、アメリカ合衆国とはまだ直接の外交や貿易は存在せず、 独立宣言が持ち込まれることもなかった。その後、開国により欧米の文物が流入する中で、初めて授与された。学問のすすめ、福沢諭吉はその著書、西洋事情で、1776年が7月4日、アメリカ13州独立の劇文として、アメリカ独立宣言の全文を和訳して紹介した。天の人を生する派。 屋長皆同一徹に手にての二夫ともするにどうかすかから、猿の道吉をも、です。すなわち、道吉と波人の字から生命を、星自由を、救命幸福を、祈りるの類にいて他よりどうともすから猿者なり、人間に政府を律、留言派、この道吉を固くするための趣旨にて、政府、足らん者派その親民に満足を、特せしめはつてマニケにあるという絵師。 政府の処置この趣旨に、レールとキ派、ノリ地のを変革し、ある派通してさらに、この大趣旨に危機人の安全、幸福を発平気心政府立つるも、また人民の道よしなり。これ予敗の弁論をしたすして、明瞭なるへし、西洋事情書編巻きの2個のうち、冒頭の証句及び思想は、後の学問の進め書編冒頭に引用され、人々に広く知られるところとなった。 日本国憲法アメリカ軍を中心とする GHQ の占領下にあった日本で1946年に交付1947年に施行された日本国憲法の第13条にもその影響は見られる。第13条すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り、 立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。ありがとうございます。